東北本線は、太陽国の鉄道でありクルンテープ駅とノーンカーイ駅間を結ぶ鉄道路線である。陶器場の正式線名は、バーンパーチーノーンカーイ線という。タノンチラ分岐駅ウボンラーチャターニー駅間の支線と、健康位分岐駅部アイ分岐駅間のバイパス伏線を有する。大艦営鉄道最初の開通区間は、 1897年3月26日のクルンテープ駅アユタヤ駅間であった。複数回の延伸を重ね、1900年12月21日にナコンラチャシーマ駅までの路線が完成した。その後現在では、支線のウボンラチャッター2000の方が先に改良し、本線のノーンカーイ駅まで開通したのは28年後の1958年7月31日であった。 かつては、カンボジア、ビルマまでの国際線もあったが、現時点では2番目の国際線となるラオスのターナレーン駅までが2009年3月5日に開業した。東北本線の帰還路線は、バーンパーチー文機駅ナコンラーチャシーマ駅、ノーンカイ駅の区間であるが、沿線人口は、市線のタノンチラウボンラーチャターニー線の方が、はるかに多く、全線開業も1930年と早く、 運行列車本数も同支線の方が圧倒的に多い。この背景には同支線の沿線がカンボジア、ラオスと国境を接しており、終点のウボンラーチャッターニーガフツインへの玄関口として国策的に開発された前線モデル都市であったという経緯がある。また同支線はインドシの戦争期における国防意識の高まりも助けて本線よりも早くから 線路規格の近代化が進められてきた。一方、本線であるノ農園イ方面は1940年代以後に順次延伸し、ノ農園イまでの開通は1958年7月31日と遅い。沿線は人口が希薄で近年まではタイにおける最貧地帯という汚名を着せられてきた地域である。そのため設備の近代化も大幅に遅れ。 バンコクとウドオンターニー、ノーンカーイ方面を結ぶ列車は連価で利用できる座席や高列車が主体で旅行者にとっても決して便利なものとは言えなかった。しかし、終点のノーンカーイはメッコン川を隔ててラオスの首都ビエンチャンにほど近く両国の歴史的、地理的な関係の深さからも国際交易上の主要な都市として位置づけられているほか、コーン県は タナラット政権下で、農村近代化のモデル都市として開発されるなど、ノーンカーアイ方面を結ぶ本線は、ラオスとの交易や東北北部の近代化事業という、国策上、北本線に次ぐ対第2の幹線として位置、付けられている。2012年7月現在、ナコンラーチャシーマノーンカーアイ間で、四川区と同等の線路規格に改良するべく、路盤改良工事が進行中である。 クルンテープ駅ウボンラーチャターニー駅間に運転される、寝台急行第67、68列車には、JR 西日本から譲渡された14系、寝台客車が2両連結されていたが、2012年頃から在来車に変更された。バーンパイ駅からマハーサーラガアーム、ロイエット、ムックダーハーンを経由し、東北部ラオス国境のナコンパノム県を結ぶ、 全長3 5 5トルの支線建設が承認され、2025年開通予定である。ノーンカー駅より、ラオス人民民主共和国のターナレーン駅間が2009年3月5日に開業したが、2016年2月現在、ターナレーン駅より乗り換えなしで、ノーンカー駅より先に進むことはできない。また遠く間は1日に往復のみの運行であり、 貨物列車の運行もない。2016年1月10日に、タノンチラ分岐駅コーン建駅間の複線化工事、着工式が行われた。工事期間36ヶ月の日程で2019年に完成予定。長年にわたり、全線で施行されてきた線路補修工事が完成し、2015年7月1日より、運行速度の向上が図られたダイヤに変更した。 当線では非自動閉塞区間において最低でも場内信号機が設置されている信号取扱駅のほかに場内信号機、出発信号機ともに設置されていない停車場がいくつか存在する。これらの駅は通常は閉塞境界としてのみ機能しており、双方向の閉塞区間の取扱いとこれに伴う通票の管理を主な業務としているが、 簡易的な列車交換設備も併設している。これらの駅で列車の交換が行われる場合は、上下各方向直近の上位駅である、信号取扱駅の駅長同士で打ち合わせを行い、当該駅にて列車の交換が行われる旨が通知される。これと同時に、対象となる列車の帰還紙に、あらかじめ当該駅で対抗列車の離合が行われる旨が通知される。 離合が行われる場合には、駅長が赤色、緑色の旗によってって信号を現時し、先着列車を対比線に入線させ、その後後儀列車を駅手前で一旦停止させた後、本線上に入線させて停車もしくは通過させることとなる。このような閉塞境界型の停車場での列車交換は、放規上特例として認められているものではあるが、列車の遅延が状態化している。 大国鉄においては、こうした対応が、臨機応変に行われているのも、また実情である。王国の鉄路大鉄道の歴史、P25。王国の鉄路大鉄道の歴史、P337。王国の鉄路大鉄道の歴史、P76。王国の鉄路大鉄道の歴史、P203。大国鉄根圏、ナコンパノム線建設全長355キロ。 2025年、開通目指す。ニュースクリップ、http コロンスラッシュスラッシュ www.newsclip.b スラッシュアーティクルスラッシュ2019スラッシュ05スラッシュ29スラッシュ39851と html2019 年6月26日日閲覧。大国鉄、ナコンナラ茶島、根県間伏線化着工。 ニュースクリップ bhttp スラッシュスラッシュ www.newsclip.b スラッシュアーティクルスラッシュ2016スラッシュ02スラッシュ11スラッシュ 28320.html 2016年2月11日閲覧大国鉄がダイヤ改正線路改修でスピードアップニュースクリップ b2015 年7月2日 ありがとうございます。